絶叫の淵からの脱出。イデリアの制圧区域に近づきました。ボブ、ここから先は海中を行こう。はい、先行スタンバイ。取組員は所定の配置について戦闘態勢を取れ。防水シャッター閉鎖します。待ってくれ。各ポイントのチェック完了しました。よし、メインエンジンを水中エンジンに切り替えろ。了解。朝と早く。間に合ったぜ。先行ポンプ作動、水中エンジンの出力を上げろ。先行態勢解除。今回の上陸作戦は連邦軍がイデリア大陸侵攻の足がかりをつかむ重要な戦いになる。各員その点をよく肝に銘じてくれ。我々の目標はイデリア大陸十数キロ東方にあるこの島だ。島の西の入り江をコマンドベースの上陸地点とする。上陸を成功させるには敵を島の東側に引きつけておくことが必要だ。まずガゼットとタルカス隊が島の東側に上陸する。この両隊が敵を引きつけている間にキャリバー隊が後方に回り込んで敵を遮断する。つまり敵を包囲するわけだ。しかし敵に発見されずに後方に出るのは容易ではない。そこで北海岸に島の中央まで伸びているクレパスがある。これだ。キャリバー隊はこの断崖の隙間を通り抜け進出する。この挟み撃ちで敵を釘付けにしている間にコマンドベースは目標地点に上陸する。マサト、ルイ、スタンレーはそれぞれの隊長と組んで指揮に当たれ。何か質問は？キャリバーター隊長、アルバートです。なんだ？断崖の上を突破するわけにはいかないんですか？断崖の上は敵の集結地になっている。敵の背後へ回り込むにはクレパスを通るしかない。わかりました。ただの地震じゃありませんよ、この振動波は。海底も隆起しています。海底火山の活動が？いえ、海水温度の上昇が見られませんから別の原因によるものと思われます。ゼラハだ、奴が動き出したに違いない。急いでくれ。何としてもこの作戦を成功させるんだ。はい。タルカス隊乗組員は第二層格納庫タンク内に待機せよ。ガゼット隊パイロットは F ゲートに集合せよ。いいか、今回は敵を引きつけておくのがガゼット隊の任務だ。決して深追いはするな。あ、OK。アルバート、マシンのスタンバイは？バッチリさ、任しとけ。頼りにしてっからな。よろしく頼むぜ。何をしている？人がいるんだぞ。やめろ、やめろ。あ、すいません、余裕があると思ったもんですから。気をつけてくれ。はい。完了、出撃準備も OK です。よし、作戦開始。
編隊を組むのよ。了解。エイト、スタンデーの隊はほぼ発進終わりました。よし、キャリバー隊も出撃させろ。キャリバー隊発進。でも OK だ。来たぞ。直径100メートルでエンジンを作るぞ。急げ。につきます。フォワードアーマー隊もスタンバイできております。よし、コマンドベース上陸開始。この先は狭いな。一人ずつしか進めない。だがここをくぐり抜ければ敵の後ろに出る。あと一息だ。80メートルまで縮めるんだ。了解。くそ、キャリバー隊の援護はどうなってるんだ。オム、上陸スタンバイさせろ。全面ハッチ開け。大佐、ゼラノイドが接近してきます。何？中止だ。引き上げろ、ボム。はい。空爆隊、第一作戦ポイントまで撤退しろ。了解。引き上げるぞ、アルバート。責任なんです、大佐。クレパスの上で敵が動くのが見えて飛び出してしまったんです。ダルカス隊は戦士1名、ガゼット隊も未帰還2機を出しているんだ。作戦の失敗をどう責任取るつもりなんだ。え、マサト。あの、実は俺が。とにかく俺の責任です。マサト、今度の作戦はだな。もういい。
作戦本部への報告書はこちらで出しておく。ご苦労であった。解散。これでも急ぐ必要はないとおっしゃるんですか、ジョナサン副官。君に言われんでも事態の重要さは分かっとる。先日から金がねお願いしている増援部隊の方はどうなりました。60時間以内には編成が終わり、そちらに迎えるはずだ。それまで海の中で待てと言うんですか。各地の作戦もあるんだ。君の思い通りにはいかん。どうでしょう、例のハーバラを使ってイデリアの中心部に入り込んでは。ハーバラを。あれならたとえ見つかったとしても味方と思って敵も攻撃しないかもしれません。それだ。ハーバラで乗り込んで敵の中心部を一気に破壊するのだ。一体誰がそれをやるんですか。敵役がいるじゃないかね。バカな。私はそんなつもりで彼女を連れてきたんじゃない。大佐、この際人情論は抜きだよ。現状では一番いい方法だと思うがね。副官、増援部隊を大至急よこしてくれればアロマをイデリア大陸に乗り込ませるようなことはしなくて済むんです。それをよりによってアロマを連邦軍の副官としての恥を知ってほしいですな。大佐、言葉が過ぎるぞ。高木大佐、私行きます。聞いていたのか。ちょっと失礼。ジョナサン副官の言われる通りだと思います。現状では一番いい方法と。しかしその成功する確率は低い。それとも何か予感でもするのかね。いえ、それは。でも大丈夫です。私にやらせてください。お願いします。アフリカ方面軍が押され気味です。オーストラリアから増援を向かわせては。ジョナサン副官、やらせてもらいます。結構これで決まりだな。では早速ハーバラをそちらに送る。増援部隊の方も忘れないでもらいたいですな。わかった。では会議はこれで終わる。こんなとこにいたのか、アルバート。何があったか聞かせてくれないか。何もないよ。何もないわけはないだろ。何もないと言ったらないんだ。ハーバラ、津村博士もどうしてここに。そんな危険な任務どうしてアロマに。彼女じゃなくちゃいけない理由があるんですか。大佐はそれを黙って受けたんですか。大佐のせいじゃないのよ、マサト。え、私が行くと言ったの。どうしてまた。戦争を終わらせるためよ。作戦を開始します。危険を感じたらすぐに引き返すんだぞ。わかりました。やめさせてください。むざむざ死にに行くようなもんです。彼女は死ぬ気ですよ。やめさせてください。ごたごた言ってる暇があったら敵の情勢でも探ってきたらどうだ。アルバートでも連れてな。了解。敵のセンサーをごまかしきれるように祈るぜ。シールドパックの効果があるらしいぜ。Thank you.
サイル発射するわ。できるだけ遠くへ離れて。オッケなんということだ。あれだけの爆発で傷一つつけられんのか。信じられん。一体どんな物質でできているんだ。上陸目標の島から敵の増援がマサトたちの方に向かっています。マサトたちが危ない。行こう。待て。この間にコマンドベースは目標地点の入江に上陸する。でもマサトやアロマたちは。すぐ上陸だ。シートパックの効果が薄れてきた。こっちもだ。助けて、マサト。大丈夫か、アロマ。マサト。ブラスターガン以外の武器は使用不能か。武器系統をやられた。援護してくれ、アルバト。分かった。パパー、ママー大丈夫、アルバト。今助けに行くからな。待っていろ。怖いよ、助けて。動くんじゃない、じっとしてろ。なんとか自力で抜け出せないか。アルバート、お前ならきっと来てくれるはずだ。アルバート、あー、アルバート、アルバート、しっかりしろ。今助けるぞ、アルバート、アルバート。パパ、きっと来てくれると思ったよ。きっと来てくれる。アルバート、お前ならきっと来てくれるはずだ。アルバート。マサト、見て、海水が流れているわ。きっと外へ出られるのよ。よし、行こう。アルバート、早く。お前のおかげだ。これで借りを返すからな。いや、まだだな。こないだのポーカーの勝ち分が残ってるぜ。大佐、上陸すべて完了しました。マサトたちはどうした。脱出しました。こっちへ向かっています。よし、本部へ連絡だ。コマンドベースはイデリア大陸へ12キロの地点に前進基地を確保したとな。了解。